日本の信号機の一例信号機交通信号機とは、道路における交通の安全の確保、もしくは交通の流れを円滑にするために、進行許可、停止指示などの信号を示す装置である。道路の交差点などで、自動車や自転車、歩行者の通行の優先権を伝えるための装置で、道路交通の安全を図りつつ、自動車を円滑に走行させることを目的に、 設置される道路の付属施設である。交通事故の危険性が予測される交差点は、優先道路や一時停止などの規制を実施するが、多量な交通需要は、交通信号を設置し、交互に通行権を割り振ることで、積極的に交通を処理し、交通流の安定、排気ガスや騒音など、交通口外の低減、交通環境の改善、などを見込む。識別は、 世界で共通して緑、黄、赤の三色を用いる。世界のほぼ全ての国で赤が止まれ、青が前に進んでも余裕を表す。世界的に統一された基準として、道路標識及び信号に関する委員条約が存在するが、日本やアメリカ合衆国などは批准せずに独自に定めている。内部に光源が収められて、投下を行う。 信号本体の装置を陶器と称する。国別で信号機の明かり色の表現が異なる。日本の法令は信号許可の緑を青としている。本項目は日本の法令に関して記述し誤解の恐れがない場合は青と記述する。日本は批准していないウィーン条約で信号機に関する国際的基準が示されている。赤信号は 安全を確認して右折が許容されているが、ノー、ターンホー N レッドの標識が設置されている場合は、赤信号時の右折が不可であり、赤信号時の右折が全く認められない地域も存在する。青矢印信号と赤信号の間に、木矢印信号が設けることもある。イスラエル、オーストリア、エストニア、カンボジア、ラトビア、メキシコの一部、トルコ、ロシア、 EU のいくつかの地域では、緑信号から高信号の間に青点滅を挿入している。青点滅の挿入は高速度で侵入する車両に対する安全性を向上するのに有効である。日本以外でも歩行者用信号での青点滅が、ベルギー、フィンランド、オーストリア、イギリス、オランダ、ハンガリー、ノルウェー、スペイン、ポーランド、スウェーデン、中国、 メキシコで導入されている。中国の一部地域では水平線が一本ずつ減ることで残り時間を示す歩行者用信号が設置されている。アメリカ合衆国での信号機の設置基準として、まと度2000で以下の7つの項目があり、そのうち一つでも条件を満たす場合に信号機が設置できるとされている。交差点で交通流に対して同時に与えられる。 通行券、または、その通行券が割り当てられている状態を、信号源自という。信号交差点の制御対象範囲で3種類に分類される。信号源自を切り替える条件で2種類に分類される。変数は、以下の3種類である。ドイツでは、オフセット設定は、1926年に、ベルリンのライプツィヒ通りで、緑の波として導入された。 イギリス TRL が開発したスクートが英国及び国外の200以上の都市で運用されている。停止線上流に設置された感知機で感知された車両は一定の走行速度で停止線に至ると仮定し車両の到着時間や渋滞長を推定して信号制御の変数を調整する。オーストラリアニューサウスウェールズ州 RTA で開発された スキャッツが80以上の都市で運用されている。停止線の直近に、ループ式車両感知器を設置して交通流を読み取り、サイクル帳やスプリットのパターンを選択している。歩行者用信号が存在しない場合は、歩行者もこの信号機に従わなくてはならないが、便宜上、車両用信号として扱う。車両用は、横型と縦型があり、日本では、 横型が主流となっている。縦型は横型に比べて、雪の付着が少ないために、積雪地で多く用いられ、視認性に優れるために共愛地点や路地、陸橋、側道などに見られる。台湾や韓国も横型が多用され、欧米や中国は環境を問わず、縦型が多用される。アメリカの車両用信号は赤、木、青、青矢印。 木矢印に追加して赤矢印も使用される。木矢印は青矢印から赤矢印になる前に挟まれる。レンズのサイズは8インチまたは12インチが基本である。舗装面から25.6フィート以上の高さに設置するよう定められている。多くのヨーロッパの国では自転車用信号が採用され、自動車と自転車で動線が交錯しないようなされている。 イギリスでは車両用陶器の木、青の部分に自転車のピクトグラムを用いたものが採用されている。横断歩道と自転車横断帯を併設した信号である中間クロッシング場合、赤、青の2色の信号に歩行者と自転車のピクトグラムが用いられている。ドイツでは1933年にコペンハーゲンで初めて導入されたが、この当時は 自動車用信号機を小さくして、緑と赤の通過を設けたものだった。その後、アメリカに習って、バルテンと下辺の文字が光るタイプが取り入れられた。1961年に、東ドイツで歩行者用信号機の図柄に、交通心理学者のカール・ペルラウが考案した、アンペルマインが導入される。東西ドイツの統一直後は、旧東ドイツでも、西ドイツで、 すでに導入が進んでいた図柄に変更される予定であったが、デザイナーのマルコス・ハックハウゼンの運動により変更は中止となった。投下方式による世界初の信号機は1868年、ロンドン市内のウェストミンスターに設置された信号機である。これは光源にガスを使い、緑色と赤色を手動で表示するものであった。この信号は 馬車の交通整理のために置かれたが、起動から3週間後に爆発事故を起こし、撤去されている。1914年8月8日、オハイオ州クリーブランドに、世界初の電気式信号機が設置された。1918年に、黄色が加えられた三色灯式信号機が、ニューヨークで初めて設置された。ありがとうございます。